皆様、こんにちは。本日は週末のお忙しい中、ごい平和財団主催講演会シリーズ21世紀の価値観にご参加いただきまして、誠にありがとうございます。前回の6月の講演会に続き、2回目のオンラインの開催となります。本日の講師には、日本におけるオキシトシン研究の第一人者で、統合医療クリニック徳の院長、高橋徳先生を講師にお招きしております。高橋先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございます。高橋先生にはご講演テーマを前半後半の2部構成でお話しいただきまして、それぞれのお話の後には質問などにお答えいただきたいと思います。質問をさせていただきますのは、ごい平和財団会長の西園寺正巳、理事長の西園寺博夫、常務理事の河村真希の3名です。皆様、よろしくお願いいたします。それでは、ごい平和財団の講演会にご参加いただくのは初めてという方もいらっしゃるかと思いますので、まずはごい平和財団の説明と、講演会シリーズの説明を、西園寺理事長の方から簡単にご説明させていただき、高橋先生のご講演へ移ってまいりたいと思います。西園寺理事長、よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。本日はごい平和財団主催の、第57回目になります講演会シリーズ、21世紀の価値観にオンラインで、ご参加をいただきまして誠にありがとうございます。この講演会シリーズは、新しい時代に向けて21世紀に調和した持続可能な、社会を築いていく上で、どのような価値観が必要かということを、さまざまな、分野の専門の方々に、ずっと話を伺ってきたわけです。で、依然として新型コロナウイルスの感染状況が収束に至っていない、状況の中で、残念ながら前回に引き続きまして、今回もオンライン講演会という形になりました。しかしながら、前回初めてオンライン形式で開催をした結果、地方に住んでおられる方、海外在住の方、あるいは時間的に会場に、行くのが難しい方たちにとっては、むしろオンラインの方が参加しやすいという、ポジティブな反響をいただき、また今後もぜひオンライン講演会を続けてほしいというご要望も数多くいただきました。今回のパンデミックによって人々の生活や働き方を変えざるを得ないという状況になって、そのことが新しいアイデアやプラスの効果を生み出している部分もあると思います。財団の講演会もやむを得ずオンラインという形を取らざるを得なかった。その結果、通常の何倍もの方々がご参加いただけることになったということで、ある意味は財が進化を促してくれたということだというふうに考えております。ですから、今後パンデミック収束後は会場での講演会とオンラインを併用していくやり方も考えていきたいというふうに思っております。さて、今回の講演会は愛と健康とオキシトシンというタイトルで、高橋徳先生にご講演をしていただくことになりました。先生は長年オキシトシンという物質の研究を続けてこられておりまして、愛の心、思いやりの心、利他の心が脳内にオキシトシンを発生させて、オキシトシンが増えることによってストレスや不安のない生活ができ、心と体の健康を作るというふうにおっしゃっておられます。大変興味深いお話だと思いますので、私も、大変楽しみにしております。高橋先生につきましては、後ほど司会の方から詳しくご紹介させていただきたいというふうに思っております。高橋先生は名古屋で統合医療のクリニックを開業されておりまして、なかなか東京においでになることが難しいという状況の中で、
まあ、今回オンラインだからこそスケジュールを調整していただけたということもあったと思います。まあ、本日も名古屋からインターネットを通してご講演をしていただくことになりました。高橋先生、どうぞ一つよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。それでは高橋先生のプロフィールをご紹介させていただきます。高橋先生は消化器の外科医として10年間病院勤務をされた後、1988年にアメリカに渡り、神経ホルモンのオキシトシンや東洋医学の針の作用について研究され、デューク大学、ウィスコンシン医科大学の教授を歴任されました。帰国後、心と体を同時に見る統合医療のクリニック特を名古屋に開設され、院長を務めていらっしゃいます。また健康に関するご著書も多く出版されていらっしゃいます。本日は愛と健康とオキシトシンというテーマでお話を伺ってまいります。前半はオキシトシンの生理作用についてです。それでは高橋先生、よろしくお願いいたします。ご紹介ありがとうございます。名古屋の高橋徳と言います。この度はこのような素晴らしい会にお呼びいただきまして誠にありがとうございます。こんなタイトルで愛と健康とオキシトシンということで、まず第一部として30分ほどそのバックグラウンドをお話しさせてもらいます。世界を眺めてみますと、お年寄りが元気で長生きという村があります。これをブルーゾーンと英語で言うんですが、その一つがアメリカのカリフォルニアのローマリンダ、コスタリカのニコヤ、イタリアのサルディニア、ギリシャのイカリア、そしてもう一つが日本の沖縄って言われています。この5つの地方に共通して言えること、それは海が近くて新鮮な海産物がある、豊富な野菜が取れるという食生活、それに加えて皆が運動を毎日しておるという、こういった習慣があります。食事と運動、これは非常に大事な要素なんでありますが、そしたらお年寄りが毎日いいものを食べて運動してたら、これでみんな長生きするのか元気なのかといったら、これだけでは足りません。もう一つが社交性、人付き合いということなんですね。これらの村は昔からある小さな村で、それぞれ村人同士、隣近所の人たちが集まっていろんな催し物をしていた、そういったシステムが残っておったからであります。具体的には孤独でないこと、家族や友達を大切にしていること、宗教コミュニティなど家族以外の何らかのグループに属していること、そしてあるコミュニティの中で同じ目標に進む、向かって進むこと、これらの集団的な生きがい、これもお年寄りが元気で長生きする一つの大事な要素と言われています。一つ例を挙げます。米国ペンシリアベニア州の人口1000人の田舎町、ロゼットという町がありました。1950年代から1960年代、心臓疾患の死亡率が近隣の町に比べ極めて低く、全国の注目を集めていました。イタリア系移民で構成された住民の中には、酒とタバコを好んだり肥満の人も少なくなかった。心臓病にかかりやすい悪い習性は全て持っていながら、どうしてこんなことが起こるのか、これがロゼットの奇跡と言われました。調査に着手した医者たちは意外な行動に回答を見出しました。それは生活を楽しむ彼ら特有の生活方式に原因がありました。住民たちは
道を歩いていても立ち話をし、料理を作っては隣人たちと一緒に食べた。村には三代が一緒に暮らす大家族が多かった。このような親密な社会の絆が健康と長寿を守っていてくれたわけであります。しかし残念ながらロゼトの奇跡はそれほど長くは続きませんでした。住民の心臓病による死亡率は次第に上昇して、1970年には1980年の倍近くになっています。経済万能主義が村に浸透して共同体文化が崩壊し始め、人々は共同体に対する貢献より個人の生活を優先するようになったためと言われています。ソーシャルキャピタル、社会関係資本という言葉があります。これは信頼、規範、ネットワークなどの社会的な仕組みを言いまして、社会関係資本が豊かな地域コミュニティほど犯罪などが少なく、メンバーの健康が保たれ、地域社会が安定しています。我々の健康は心の健康と体の健康両方がありますが、この心と体が密接に関連し合っています。そして特にこの心のありようが体の健康に大きく関係しています。そしてこの心と体の関係にオキシトシンが関係しています。今からオキシトシンの話をさせてもらいますが、発音はよく似ておりますが、ダイオキシンとは異なります。まずオキシトシンの生理作用でありますが、オキシトシンは視床下部というところで作られます。ご婦人が妊娠をして予定日が近づいてまいりますと、妊婦さんの頭の中でオキシトシンがどん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 増えてまいりまして、この増えたオキシトシンが最終的に子宮に働いて子宮を収縮させます。そして赤ちゃんが産道を伝って生まれてまいります。生まれてきた赤ちゃんをお母さんがおっぱいあげる。この時には赤ちゃんがおっぱいに吸い付く、その刺激がオキシトシンを刺激して母乳が分泌されます。これは大脳の輪切りなんですが、この真ん中の部分、これを視床と言います。視床の下にあるので視床下部という場所がありまして、ここにこの紫色で示すオキシトシンを作る細胞、オキシトシン産生細胞が豊富に分布しております。オキシトシンは分子量約1000の、こんな構造式を持った神経ペプチドであります。これは妊娠中の血中のオキシトシンの濃度ですが、妊娠していない女性では100ピコグラムぐらいなんですが、妊娠の前期では300、妊娠の後期では400、こう上がってまいります。そして非常に特徴的なことなんですが、出産が終わった2ヶ月しても、やはりオキシトシンは高い値を示しています。お母さんが生まれた赤ちゃんを抱いておっぱいやっている。その時には、無常の恍惚感、幸せな平和な気分になるって言います。これはその時にお母さんの体の中には、オキシトシンがいっぱいあふれてますので、この無常の恍惚感の源には、オキシトシンが関係しておる。と言われています。そしてお母さんがお子さんを献身的に可愛がる、その母性愛の源にもオキシトシンが関係しています。この10年20年ぐらいの間に、これ以外にオキシトシンがさまざまな作用を持つということが分かってまいりました。一つが抗ストレス作用、抗不安作用であります。自律神経系、ご承知のように交感神経と副交感神経がありまして、延髄あるいは脊髄から端を発して我々の内臓、いろんな臓器にすべからく分布をしております。我々がストレスを感じますと、
交感神経系が特異的に興奮いたします。そして例えば心臓では心臓がドキドキしたり、あるいは胸では肺の過呼吸、息が荒くなったり、胃では胃の運動が悪くなってムカムカしたり、胃が痛んだり、こういったいろんな症状が出てまいります。こんなストレスを被っておるときにオキシトシンを与えますと、オキシトシンはこのストレスによって反応する交感神経系を抑制して、逆に副交感神経系を高めてくれます。結果内臓のいろんな症状が改善してまいります。このようにオキシトシンには自律神経を調節する作用があります。加えて鎮痛作用、痛みを抑える作用も見られます。そしてオキシトシンの第4の生理作用として、最近特に注目を集めておりますのが社交性、信頼、愛情ということところです。この信頼ということに関してはネイチャーという超一流の雑誌があるんですが、これが2005年にこんな報告をしました。見ず知らずの人たちを集めて、その人たちにオキシトシンを投与いたします。そうしますと全く初対面の人たちがまるで10年来の友達同士のように振る舞って、お互いを信頼するようになるということがこのネイチャーに報告されています。この論文が出た後、アメリカのベンチャー企業がオキシトシンを瓶に詰めてオキシトシンスプレーと言って売り出しました。これがそのホームページです。これどんないいことがあるかと言いますと、例えばあなたがセールスマンでこの商品、自分の商品をお客さんに売りつけたい、そんな時にはこのスプレーをお客さんにぶっかけなさい。そしたらお客さんがすぐに商品を信用して買ってくれますよ。あるいは何かのミーティングで自分のデータを発表する、そんな時には聞いてる人にこのスプレーをぶっかけてやる。そうするとみんなすぐにあなたのデータを信用してくれますよ。もっと大事なことは、例えば付き合ってる人がおる、こういう時には食事をする前に相手にこのオキシトシンのスプレーをぶっかける。そうするとくどく手間が省けますよというこの3つのうたい文句でこのスプレーが売り出されました。そしてここにオーダーナウってありますが、これをポツンと落ちますと次にオーダーの画面に移りまして、これが1本なんと25ドル。私これ見て、あ、たった2500円で女性口説けるんやって、こんな安いもんないなと思いまして、かみさんに内緒でこそっとオーダーしまして、以来御所を大事に机の引き出しにしまっておるんですけど、もう10年以上経ちますが、いまだにこのスプレーを使えるチャンスがありません。さて近年遺伝子操作をしていろんな物質ができなくなるような、そういったネズミが開発されてまいりました。これをノックアウトマウスっていうんですが、オキシトシンのノックアウトマウス、オキシトシンができなくなったようなネズミ、これも15年ほど前に開発されました。今お見せしたのは正常のマウスで3匹仲良く遊んでおるんですが、ノックアウトマウス、オキシトシンが出なくなったネズミっていうのはこんな感じで、彼らは四六時中喧嘩をしてます。ですから彼らの耳はかじられてもボロボロになってます。あるいは喧嘩をしてないときはこうやって巣箱の四隅に陣取ってじーっと相手をにらみつけと、これがオキシトシンの出なくなったネズミであります。ですから我々の体の中からオキシトシンが出なくなってしまったら大変なことになるということは容易に想像していただけるかと思います。ただ残念ながら今の日本ではこのオキシトシンの出にくくなったような、そういった人たちが増えてきてるんではないか、そんなふうに思います。特に東京の永田町あたりにはこういった人種が多いのではないかと思います。オキシトシン欠乏症、これを別名永田町現象と言います。オキシトシンの生理作用まとめてみました。分娩時の子宮収縮、母乳分泌、母性愛、社交性、信頼、愛、抗ストレス作用、自律神経調節作用、鎮痛作用、
こういろいろあります。ただこの中で分娩時の子宮収縮、母乳分泌、母性愛、これらは女性の妊娠・出産に関係したことです。ところが以下の社交性、信頼と愛、抗ストレス作用、自律神経調節作用、鎮痛作用は妊娠していない女性でも、あるいは我々男性でも平等に見られます。そこでこんなふうに分類します。社交性、信頼と愛、これは他者に対する作用であります。一方で、抗ストレス作用、自律神経調節作用、鎮痛作用は自己に対する作用であります。視床下部から出たオキシトシンが末梢のいろんな臓器に働いて我々を健康にしてくれる。これはこれで非常に分かりやすいですが、問題はこちら、他者に対する作用であります。自己と他者にはの間には明確な境界があります。ですから私が私、あなたがあなたなんですが、オキシトシンはこの自分と他人と間にあるこの境界を極めて不明瞭なものにしてしまいます。本来私が私、あなたがあなたであったものが、私があなたであり、あなたが私である、そういう感覚に陥ることになります。結果自分自身を可愛がるのと同じように相手も可愛がる、いわゆる思いやりの気持ちが発生してまいります。視床下部のオキシトシンは脳内のさまざまな場所に影響を及ぼしています。頭頂葉には上頭頂葉後部、頭頂葉の上の後ろの部分という場所があるんですが、これが本来自己と他者、自分と他人を識別する場所として知られています。そこでチベットの坊さんに研究室で瞑想をしてもらいます。瞑想が深まってまいりますと、自分の手足がなくなっていく感覚、あるいは自分自身がなくなっていく感覚、これを無我の境地って言いますが、この無我の境地に陥った時に先ほどの上頭頂葉後部の活性を見てやりますと、この活性が全くなくなっておるということが分かっています。ですからこれは仮説なんですが、無我の境地に至ると視床下部からオキシトシンが出て、その出たオキシトシンが上頭頂葉後部の活性を抑え込んでしまうのではないか、そして自分と他人の区別がなくなってしまうのではないか、そんなことが言われています。これはあくまでも仮説なんですが、この仮説に向かって世界中の脳科学者たちが研究しているのは間違いありません。このようにオキシトシンが出ることで自己と他者に間にある境界がなくなって、自己と他者が一つになります。オキシトシンは自分と他人を仲良くしてくれ、そして自分自身も健康になれる、そういった理由から、そしたら先ほどのオキシトシンのスプレーを自分自身に毎日ぶっかけとったらいいんじゃないかという発想も出てまいりますが、これは間違いです。なぜならば長期にわたるオキシトシンの連用投与はオキシトシンの感受性を弱め、内因性のオキシトシンの産生を抑えてしまいます。すなわち自分自身でオキシトシンが作れなくなってしまいます。その結果オキシトシンの大事な有用な効果が減弱してしまいます。それではどうやって自分自身のオキシトシン分泌を高めるのかということなんですが、これもある程度分かってまいりました。一つが心地の良い五感の刺激であります。綺麗な景色を見る、自分の好きな音楽を聴く、鼻の匂いを嗅ぐ、美味しい食事をする、人に触ったり触られたりする、こういった心地の良い視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚の刺激がオキシトシンを刺激します。例えば綺麗な夕日を見たとしますね。そしたらこの夕日は私だけのもんや、誰も見したらへんでって
誰も思いませんでしょ。ついつい隣の友達に、ねえねえ、あのおじさんめちゃくちゃ綺麗やん、ちょっと見てえなって言うでしょ。これは綺麗な景色を見たというその感動がオキシトシンを刺激して、この感動を皆で共有しよう、分かち合おうという感覚に陥るからと考えられます。オキシトシンの放出機構、このように五感の刺激は大事なんですが、もう一つが受動的な心理的な刺激であります。例えば困っておるとき、悲しいときに友達から優しくしてもらった、思いやりの気持ちをもらった、といった気持ちに感動して、この人の中からオキシトシンが出ます。例えば居酒屋に行きますね。居酒屋に行って、美味しい食事とうまい酒、これは味覚嗅覚の刺激、友達の笑顔を見る、これは視覚の刺激、友達とたわいのないことを話しながら慰めたり慰められたりする、こういった心理的な刺激。その後はカラオケ行きますね。カラオケ行って上手い人の歌声を聞く、これは聴覚の刺激。こんなことから我々何もオキシトシンのことを知らなくても、おのずからストレスを発散させる方法をみんな知ってるわけです。ただ、大事なことなんですが、これは上手い人の歌声ですから。社交性とオキシトシンという観点から言えば、日常の社会活動がオキシトシン分泌を刺激すると言われています。社交性、この中で他者を思いやる気持ち、これは社交性の非常に大事な要素と考えられますが、果たしてこの他者を思いやる気持ちが視床下部からオキシトシンを出すのかどうかという疑問が湧いてまいります。ネズミの実験ですが、ネズミを2匹こういった巣箱に飼っておきますと、一方が寝ておる、一方が遊んでおる、これは非社交的な行動とみなします。ところが同じネズミ同士でも、こうやってじゃれ合ったり、お互いの体を舐め合ったりする、これはアログルーミングと言いまして、社交的な行動とみなします。私どもはこんな実験をしました。2匹のネズミを同じ巣箱の中で1週間飼っておきまして、お互い友達同士の仲良しの関係を作っておきます。そしてその後にこのブルーのネズミ1匹だけ部屋の外に取り出してストレスをかけます。例えばネズミは水が大嫌いなんですが、その大嫌いな水を張ったプールの中で2時間ほど泳がせる、2時間ストレスをかけた後に元の巣箱に戻します。次の日にはまたこのブルーのネズミを取り出してきて、今度は別のストレス、ガムテープで縛り付けて2時間、そしてまた元に戻します。こんな風にネズミの嫌がるようなストレスを毎日毎日手を変え品を変えてストレスを与え続け、そして2時間経ったら元の巣箱に戻します。一方でコントロールとして、このブルーのネズミは外に出すんですが、全然ストレスかけずに2時間放置したままで元の巣箱に戻します。我々が注目したのはこの水色のネズミです。自分の相棒がいなくなって2時間して待ってたら、このブルーのネズミが帰ってきた。このブルーのネズミに対してこの水色のネズミがどんな態度で示したかと見たわけです。そうしますと、ブルーのネズミがストレスかけられて帰ってきたら、すぐや先ほどの水色のネズミが相手に飛びかかるように、相手の体を舐めるような、そんなアログルーミング、社交的な行動が圧倒的に増えてまいりました。どうしてこんなことが起こるのか。このブルーのネズミは2時間ストレスかけられてますので、疲労困憊してげんなり疲れ果てて帰ってくるわけです。そしてこの疲れ果てて帰ってきた自分の相棒パートナーを見かねて思わず駆け寄って解放してやろう、そんな感覚に陥ったんではないかと思います。あるいはネズミ同士なんか会話しとるのかもしれませんね。あんたどないしたん、えらいしんどそうやないの、
下手屋のおっちゃんに捕まっていじめられてしもて、最近うちのネズミたちは名古屋弁も話せるようになりましてね。おめはさん、どうしたや、どうやりゃ偉そうだがね、変なおっさんに捕まってまっていじめられてまったんだがね。さて一方、こちらのネズミ、ブルーのネズミはストレスかけられてませんので平然と帰っていく。そうしたら、待っておったこの水色のネズミもない、お前帰ってきたんかいなみたいな感じで無視をしておる。それでこちらの無視をするネズミ、これを世話嫌いネズミ、一方で海外宿世話をするネズミ、世話焼きネズミと名付けまして、視床下部のオキシトシンがどうなっとるのかと見たわけです。この部分が視床下部で、この茶色の点々がオキシトシンを作る細胞でありますが、世話嫌いネズミに比較して世話焼きネズミではこのオキシトシンを作る細胞が倍以上に増えておりました。これらのことから、相手の世話をするとオキシトシンが増えるということが分かります。オキシトシンの放出機構として五感の刺激、加えて自動的な心理的な刺激って言いましたけれども、もう一つが能動的な他者への共感、思いやりです。例えば困っている人を介護をしよう、ヘルプしようという、そういった能動的な気持ちがこの人の中でオキシトシンを出します。一方で介護をされる方、世話をされる方もその感謝の気持ちからオキシトシンが出ます。そして世話をする方、世話をされる方、どちらもがオキシトシンを媒介として、二人の仲がどんどん仲良くなっていきます。この心理的な刺激は前頭葉から視床下部に至ります。これを我々トップダウン効果と言います。そして一方で五感の刺激は脊髄から脊髄視床路というルートを伝って視床下部に至ります。このトップダウン効果とボトムアップ効果、両者が相まって効率よくオキシトシンが出るということになります。以上からネズミの実験はご理解いただけたかと思うんですが、それでは実際に人で思いやりの気持ちを持つことがオキシトシンを刺激するのかどうかという疑問が湧いてまいります。ひたすら相手に感謝をして相手の幸せを祈る利他と感謝の瞑想というのがあります。そして唾液を取りまして、その瞑想の前後でオキシトシンを測ってみました。こちらが瞑想をする前、こちらが瞑想をする後ですが、合計32人やったんですが、平均で66から90と、優位差を持って、優位の差を持ってオキシトシンの上昇が認められました。この結果を早速まとめまして英文誌に報告しております。オキシトシンリリース during the meditation of altruism and appreciation、 利他と感謝の瞑想がオキシトシン放出を促す。ひたすら相手に感謝をしてその人の幸せを祈る、そういった気持ちを持つことだけでオキシトシンが頭の中から出るという、これが世界で最初の論文となりました。チベットやネパールの一部で連綿と続けられておる瞑想の仕方に慈悲の瞑想というのがあります。生きとし生けるものが幸せでありますように、生きとし生けるものの悩み苦しみがなくなりますように、生きとし生けるものの願い事が叶えられますように、生きとし生けるものにも悟りの光が現れますように、私を嫌っている人々も幸せでありますように、私を嫌っている人々にも悟りの光が現れますように、こんなふうに自分の幸せはさておいて、ひたすら人の幸せ、他人の幸せを祈るといった瞑想の仕方がアジアの一部で
連綿と続いてきたわけであります。欧米の心理学者はこの G の瞑想を応用してラビング・カインドネス・メディテーション LKM という瞑想方法を確立しました。これが20年ほど前です。この LKM の手法で大事なことは、身近な人であれ嫌いな人であれ直接会って親切な行為を実際に施す必要は全くないということです。その代わりに誰をも区別せず真剣にその人たちの幸福を心底から祈ることを修練いたします。この論文が出てから10年してこの LKM が慢性の痛みに効果的であり怒りや不安の軽減にも有効であるといった医学的な論文も発表されるようになりました。そしてファンクショナル MRI という最新の脳科学を使って脳の活性を見てやりますと、思いやりの瞑想をする前と後では確かに脳の活性も変わっておるということも分かっています。仏教で続けられてきた慈悲の瞑想を心理学者がラビング・カインドネス・メディテーションという新しい瞑想方法に修正をして、これを患者に教えてその効果を判定してそれをファンクショナル MRI で証明した、こういう流れになります。ここには東洋哲学と西洋医学の見事な融合があります。アメリカの医学はもうここまで進んでいます。ダライ・ラマ14世の有名な言葉に、他人を幸せにしたければ他人を思いやりなさい、自分が幸せになりたければ他人を思いやりなさい、 If you want to be happy, practice compassion。 プラクティスはトレーニングをする、コンパッションは思いやるということですが、プラクティス1回や2回思いやっただけではダメですよと。毎日毎日人を思いやる、その気持ちをプラクティスをして高めていきなさい。昨日よりは今日、今日よりは明日と人を思いやる気持ちを高めていく、その訓練こそが自他ともに幸せになれる最善の方法であるということをダライ・ラマは言っています。日本にも情けは人のためならずということわざがあります。人に情けをかけるとそれが回り回って自分に返ってきますよということなんですが、これをオキシトシンの生理作用から考えれば、人に情けをかける、人を思いやる、そういう能動的な気持ちが視床下部からオキシトシンを出して、この出たオキシトシンが自分自身の健康を維持してくれているというふうに解釈することができます。社交性と健康ということでは、社交性のある人は病気にかかりにくい、社会活動に従事している人はストレスを感じにくいとも言われています。ボランティア活動をすればするほど精神的にも肉体的にも健康になるとも言われています。東北の大震災の時、私は医療のボランティアに属していましたので、東北の大津市長というところでボランティアをやっていました。3週間ほど向こうにおったのですが、日本中から多くのボランティアが東北に集まりました。そして彼らが幾度に言うには、この東北に来て自分がなんか若返った気がする。夜遅くまで働いておっても全然疲れを感じにくい。と言いました。これは被災者の心労に共感し、思いやりの気持ちを持つことが自分自身の癒しになっておるというふうに考えられます。愛とは自己犠牲か。私はそうとは思いません。人類は他人を愛することで自ら健康になれるシステムを内在しています。以上で前半部分の私の話を終わらせてもらいます。もしご質問などありましたらお願いします。高橋先生、どうもありがとうございました。はい、では早速、先生の質問などを聞いていきたいと思います。
まずご自身も医師でいらっしゃる川村常務理事は何かお聞きになりたいことございますか。先生、すごく素晴らしいお話ありがとうございました。先生の見せてくださった17枚目のスライドで妊娠前後での女性のオキシトシンの分泌について100ピコグラムとかそういうグラフが提示されていたのにすごく興味を持ったんですけども、妊娠してない方の値がほぼゼロに近かったんですね、はい、でなので私が伺いたいことはオキシトシンの分泌においてまず妊娠してない女性と男性との性差分泌量の性差があるのかとか、あとは年齢によって分泌量っていうのは違いがあるのかとか、あと日内変動あるのかということなどをちょっと教えていただければと思います。一応男女差はないって言われてます。それから年齢差もおそらくないだろうと、うんうん、それから日内変動に関してはちょっとそれほど詳しいデータないので分かりません。ただちょっとお話しましたように自分のメンタルな影響がすごく関わるんですよ。例えば瞑想をして気分がリラックスするとオキシトシンが上がってくるわけですよ。ところがおそらくその逆にね、誰かと喧嘩したりイライラしてたりしたらオキシトシンは下がるはずで、ですから男と女の差とかあるいは年齢の差とか言うんじゃなくて、もっと大きな要素、自分自身の気持ちの問題でオキシトシン上がったり下がったりするんではないかと思います。すごくなんかそれは嬉しいお話で、やっぱりいろいろホルモンは年齢が高まるとともに分泌量が低下したりとか言われているので、オキシトシンが性差がなく分泌量年齢にも関係なく自分の心持ちで分泌量を高めることができるというお話はすごく私を含め聞いてくださっている方にすごくポジティブな影響を、はい、与えてくれているかなと思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。サウジ会長は何かございますか。あります。私の体験として、本当に私は16歳の時にゴイ先生にお目にかかり、そしてその時は第二次世界大戦、日本は本当に東京も全部焼け野原になってて、そして貧しい人、本当に人たちがたくさんおりました。その時にゴイ先生はそういう方々を お集めになって、でそして明日の食べるものがないおにぎりをあげたり、これは小さなお金です、人々からゴイ先生に感謝して、その時にゴイ先生は最後にそのいかなる無学問問の人もご老人も女性もみんなに同じ言葉をおっしゃいました。その時は明日食べるものもない、本当に貧しくて、仕事もない、そういう人たちのためにもこのご先生からいただいたお金は自分の好きな食べ物を買っていいよ、その代わり必ずいかなる時も必ず自分がそう思わなくても習慣として世界人類が平和でありますようにとおっしゃったんです。その時私はなんでそんなことをご先生おっしゃれるのかしら、そんなもう本当に食べられない子どもたちと親が母親が痩せ細って来てる人たちに、これはあなた方にあげるよ、でもそれはあなた方が自由に使っていい、だけれどその他の人たちも貧しい人たくさんいるから、そういう人たちのために世界人類がって必ず祈りなさい。その時には本当に私のその先生の深い意味が分からなかったんですけど、今徳先生のお話を伺って、その本当に人のことを思いなさいって、もう小さな貧しくても苦しくても人のためにと思い続けることによって、あ、逆に人は何にもない、自分自身はご先生につながっていただいてるんだ、その感謝がオキシトシンが出て、長い間のうちにいつの間にかそれがどんな人でも世界人類の平和でありますようにと祈れるところまで来たんだなって、これが学問的にこの先生によって証明されたことを思い伺いますと、本当に先生のなさってきたことは世界中に通用する素晴らしいお仕事だと思って改めて自分に自信がついてまいりました。本当に尊いお話、ご体験をありがとうございました。ありがとうございます。
ありがとうございました。では高橋先生、引き続きお話をお願いしたいと思います。第2部のテーマは、性善説と性悪説、母子の絆と人の絆です。お願いいたします。カインが弟アベルに言葉をかけ、二人が野原に着いたとき、カインは弟アベルを襲って殺した。主はカインに言われた。お前の弟アベルはどこにいるのか。カインは答えた。知りません。私は弟の番人でしょうか。アダムとエヴァがエデンの園を追われてできた二人の兄弟がカインとアベルであります。同じ親から生まれた兄弟なのに、どうして二人の性格はこんなに違ってしまったのかというのが、旧約聖書創世記のお話であります。オキシトシンとバソプレシン、二つのホルモンがあります。どちらも9つのアミノ酸からなっておりまして、3番目と8番目が違うだけで、他の7つは全部一緒の構造であります。そしてどちらもオキシトシン、バソプレシン、視床下部で作られます。ところがその性格たりは全く正反対で、オキシトシンは仲間を守る作用、信頼、愛情に関係しておって、利他的なホルモンと言われています。一方でバソプレシンは個体の生態を維持する作用が強くて、不安や恐れ、攻撃性に関係しておって、利己的ホルモンと言われています。まるで同じ親から生まれたカインとアベルのように正反対であります。生まれたばかりの無力な新生児は、その栄養源を母親の授乳に頼り、母親の身体のぬくもりは体温を一定に保つために欠かせません。もしこの母と子の関係が分離されたらどうなるでしょうか。ネズミの実験で母子分離実験、マターナルセパレーションという実験方法があります。ネズミはいっぺんに 10匹から15匹ぐらいの新生児を産むんですが、この生まれた新生児を母親から分離いたします。1日3時間14日間、そしてこの14日間の後に正常に育てられたネズミ3匹と母子分離を受けたネズミ3匹をそれぞれ3ヶ月間飼育いたします。これが視床下部のオキシトシンを作る細胞ですが、正常ラットに比較して母子分離を受けたネズミではこのように視床下部のオキシトシンを作る細胞が極端に少なくなっています。母子分離を受けるとバソプレッシンが高くなってオキシトシンが下がるという報告もあります。すなわちオキシトシンが低くてバソプレッシンが高くなる結果、社交性に乏しくて利己的な、そういった性格に発展していく可能性があります。人間本来善なのか悪なのか、これはおそらく育った環境にいるのではないかと私は考えます。両親の愛情のもとに健やかに育った子はオキシトシンがいっぱい増えて、他の人とも協調していけるような、そういう性格に育っていくでしょうが、何らかの理由でお父さんお母さんの愛情に欠乏した、そういった環境で育てられなかった人たちはバソプレッシンが増えてオキシトシンが少なくなって利己的な、あるいは攻撃的な性格に育っていくのではないかというふうに考えます。子供が母親から愛情に満ちた育児を受けると、その子のオキシトシンのシステムが刺激を受け、母親をさらに求めるようになります。そうなると母親は子供が母親にねだる触れ合いや子供の聴覚、嗅覚、音声、視覚を介しての投げかけに一層の丁寧さと熱心さで応えようとします。こうして子供と母親の間にオキシトシンを媒介として相互に
愛着、愛情を基礎にした緩むことのない絆ができます。お母さんがいっぱいの愛情を持って子育てをしますと、子供の中でもお母さんの愛情に反応してオキシトシンが増えてまいります。母子の間で高まったオキシトシンはますます2人の親と子の関係を親密なものにしていきます。このように育てられた子供が大きくなって妊娠をして子供を産みますと、お母さんから受け継いだその子育ての仕方を全く同じように自分の子供にしていきます。このように母性愛っていうのが世代を超えて受け継がれていきます。先ほどオキシトシンは自己と他者の境界をなくすって言いましたけれども、全く同じことが母親と新生児の間にも言えます。高まったオキシトシンは母親と新生児の間にある境界を極めて不明瞭なものにして、母親と新生児が一体となります。そしてこれが母性愛の源となります。お母さんにとって生まれた我が子は別人ではなくて自分の分身であります。まさに自分自身という感覚に陥ります。ここにオキシトシンが関係しています。母性愛、これは全哺乳類が生き延びるために必要不可欠、そしてこれは母親すべてが持つ本能であります。この本能にオキシトシンが関係しています。しかし残念ながら逆もまた真なりであります。ニコライ・チャウセスク、彼は1974年から1989年まで15年間ルーマニアの初代の大統領でした。そして89年にルーマニア革命が起こり、捕らえられてその場で公開処刑、銃殺刑を受けています。彼がこの15年間にやった政策の一つが人口増加政策、多産推奨、中絶禁止、離婚禁止を強制的に推進、官僚の失勢等により経済が失速し不況下の子だくさんという状況に一転します。子どもたちが育児放棄により法的され路上にあふれ、多くが孤児院に収容されるという事態が発生します。この孤児たちはチャウセスクの落とし子と呼ばれました。6万5000人以上の子どもたちが孤児院に収容され、その 85% が生後1ヶ月以内の新生児、幼児が1日に20時間以上も放置されました。ルーマニア革命の後に孤児院を出所し、イギリス、米国、カナダに養子として引き取られていた人たちを対象とした追跡調査が行われました。彼らには共通して知的障害、没社交性、自閉症などの兆候が認められています。個人育ちのグループでは中枢神経系で代謝機能が著しく低い、あるいは深刻な育児放棄にさらされた子は尿からのオキシトシンの排泄量が極めて少ないという報告もあります。何らかの理由で貧弱な育児を受けますと、これがオキシトシン産生の低下につながり、結果没社交性、あるいは自閉症などの性格に発展していく可能性があります。お母さんが赤ちゃんをあやしながら子守歌を歌う、これは昔ながらの子育ての原風景でありましたが、今のお母さんたちはおっぱいをやりながらこんなことなさってません？赤ちゃんと目を見ながら向かい合う、こういったことが母子がますます緊密になる、親密になる大きな
チャンスなんですが、このチャンスを今の若いお母さんたちは自ら失っているのではないか、そんなふうに思います。次に人の絆。愛と思いやりの気持ちは視床下部のオキシトシンを刺激して我々を健康にしてくれます。このように我々の心と体は密接に関連し合っています。そして心のありようが体の健康に大きく関与しています。ここにもちろんオキシトシンが関係していますが、人の絆が体の健康にも影響を与えまして、ここにもオキシトシンが関係しています。先ほど申しましたロゼトの奇跡、ここではロゼトという町では親密な社会の絆が健康と長寿を守っていてくれました。愛と思いやりのある社会、これは個々のオキシトシン分泌を高め、そして個人個人が健康になります。これが一つの大事な共同体文化と考えます。日本にも昔からいろんな形のお祭りがありました。最近では若い人たちがこのお祭りに参加しなくなったと言われておりますが、この祭りも日本の誇る大事な共同体文化であります。岐阜県郡上八幡市に郡上踊りという盆踊りがあります。夏の間は皆が町に出て朝まで踊り来るという、そういった大きなイベント祭りなんですが、郡上踊りの踊り子さんたち10人に集まってもらいまして、踊りを1時間踊ってもらいました。みんなで町に繰り出して10人が踊り狂ったわけですが、これが踊りを踊る前、こちらが踊りを踊った後、明らかにオキシトシンが上がっておりました。オキシトシンが育む愛と思いやり、これは自己と他者の境界をなくして我々が一つになることができます。そして強い絆を形成することができます。ダライ・ラマは仏教は心の科学であると言いました。他に対する愛情や思いやりが私たち人間を結び合わせ、一つの共同体を作っていく原動力であり、この愛と思いやりが他人の面倒を見るというケアの意識を生み出す。愛と思いやりは宗教や教育によってではなく、生物学的な要因に依存している。慈悲、利他の心、愛、思いやり、こういったいわゆる宗教心と呼ばれるものが生物学的な要因に依存しています。この生物学的な要因、これが私はまさにオキシトシンそのものであるというふうに考えます。筑波大学の教授で村上和夫さん、彼が遺伝子のスイッチオンとオフという本の中で、良い遺伝子をオンにする方法として目標を持つこと、人との出会い、志と使命感に加えて他を利する生き方が大事であると言われています。なぜならば我々には利他的遺伝子もプログラムされているからだ。すなわち心のありようでオキシトシンの遺伝子、利他的遺伝子はオンにもオフにもなります。自他同然、他人を自分のことのように思いやるという言葉があります。自分以外を自分同様、自他同然と考える。人が一番、自分が一番可愛い存在であり、他人を他人と思うから
気配りができなかったり傷つけたりします。自他同然の原理原則が理解できれば、他人のことも自分のことのように可愛く思うことができるはずであります。念仏で救われた人々の中で周りの模範となるような結出した信仰の人、これを仏教用語で妙好人と言います。朝原才智は明治大正昭和を生きた下駄の職人でしたが、日本的霊性として鈴木大拙によって世界的に紹介されています。朝原才智は下駄を作りながらひたすら南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と繰り返すうちに、私の心はあなたの心、あなた心が私の心、わしになるのがあなたの心という自他同然の境地に至りました。浄土宗の開祖法然上人、彼は浄土に行くのに何も難しい仏典を読むことはない、苦しい修行もすることはない、ただひたすら南無阿弥陀仏を唱えよと言いました。これを専修念仏と言いますが、南無阿弥陀仏には仏に対する感謝の念、畏敬の気持ちが入っています。これをまるで言霊のように唱える、そしてそれを精神を集中して瞑想をする、こういったことが前頭葉から視床下部に至ります。このトップダウン効果に加えて、念仏、読経の声、太鼓、鐘の音、そして線香の匂い、こういった聴覚、嗅覚の刺激が脊髄から脊髄視床路に至って視床下部に至ります。このボトムアップ効果とトップダウン効果、この両者が相まって効率よくオキシトシンが出たものと考えます。視床下部から放出されたオキシトシンは、先ほどの上頭頂葉後部に働いて、その活性をなくすことで自己と他者が一つになります。そして慈悲、利他の心、自他同然の境界に陥ることができます。この境界を法然は浄土と呼んだのではないでしょうか。天台宗の開祖最澄、彼の有名な言葉に妄光利他という言葉があります。己を忘れて他を利する。妄光利他は他に利益を与えるからといって自分が不利益をかぶり不幸になるということではありません。他を幸せにすることで自分も幸せになるということであります。自利とは利他を言う。よく言われることですが、天国と地獄、大きな鍋に食べ物がぐずぐずと煮ておる、そしてそこには長い箸があって、地獄ではこの長い箸で食べられないものですから、お互い喧嘩をしておる、争いのことが起きておる。一方で天国ではその長い箸を使って、まず相手の人に食事を与える、そうすると相手の人がまた自分にも食事を与えてくれる。天国と地獄、全く状況は全く一緒なんですが、我々の心の持ちようで、ここが地獄にもなり天国にもなります。利他が慈悲となります。マタイによる福音書、慈悲深き人に祝福あれ、彼らはやがて神の慈悲を授かる者たちなのだから。コーラン、アッラーが愛するのは毎日悔い改める人たちであり、心を清らかにする人たちなのです。あなたがキリスト教に入信した、あるいはイスラム教に入信したからといって、すぐさま神の慈悲を授かれるわけではありません。イエス・キリストは慈悲深き人になれと言いました。ムハンマドは
毎日悔い改めろと言いました。あなたが神を信じ、神に祈り、神に感謝をする、畏敬の念を払う、こういった毎日の神との対話、この中で塩株のオキシトシンが刺激され、これが他人に対して慈愛と思いやりのある自分自身に成長させていくことができます。加えて高まったオキシトシンは自分自身の健康をも維持してくれます。このような自分の心と体の変化に気がついたあなたは、ますます神というものの存在を信ずるようになるのかもしれません。一方で、神なんていないという無神論者の人でも、決してニヒリズムに陥ることなく、日頃から周りの人と仲良くして周りの人のお世話をする、こういった行為を続けることで視床下部のオキシトシンが高まって、ますます慈愛と思いやりのある自分自身に変えていくことができますし、高まったオキシトシンが個人の健康にも関与してくれます。このように無神論者にとっては、視床下部のオキシトシンが内なる神として働きます。医学と宗教は過去何千年の間、それぞれの方策、それぞれの考え方で独自に発展してまいりましたが、その目指す頂きの一つが、私はオキシトシンではないかと思います。オキシトシンは取りも直さず我々を健康にしてくれます。そして愛と平和な社会を作ることも可能であります。ここで動物の進化について考えてみます。アオムシが蛇に睨まれますと、フリーズ、凍りついて死んだふりをします。そしてこの蛇が見逃してくれるのを待つわけです。さて、アオムシがシマウマに進化しました。シマウマが怖いライオンに会うとどうします？逃げますね。凍りつくから逃げるという知恵を得たわけです。これをフライト、逃走って言います。これがシマウマでなくて、ライオンとトラであったら、お互い実力が伯仲していますから、ここで逃走、ファイトし始めます。このように、我々動物の進化は、ファイト、フライト、フリーズといった段階を経て成長してまいりました。さて、人類はシマウマより進化、成長したはずです。こんな人類がこういった獰猛な動物に会ったとき、逃げるには足が遅すぎる、戦うには力が弱すぎる。さて、我々はこういった獰猛な動物と戦いの中でどんな新しい知恵を得たのでしょうか。それが共同作業ということです。お互いを信頼して連帯感、一体感を持って共同で作業をする。こういったことを我々が人間が知恵として学んだおかげで、この地球上を征服することができたわけです。先ほど言いましたように、母性愛というのは全哺乳類が生き延びるために必要不可欠でありまして、母親すべてが持つ本能であります。連帯感、一体感、信頼感、愛と思いやり、これは人々が集団で生き延びるために必要不可欠であります。そして人類すべてが持つ本能であります。ここにオキシトシンが関係しています。残念ながら人類はこの本能を忘れつつあります。さて、簡単にオキシトシンを分泌させる方法をお話します。配偶者、恋人がいる場合、マッサージ、見つめ合う、抱擁、ハグ、キス、愛撫、性交渉、なんて書いてます。
ABCDEFGHIJKLMN。 もう一回言いますね。 ABCDEFG H、 H の次は I、 H をすると I になる。これは別に男女関係ではだけでもなくて、こういった関係でも、あるいはこういった関係でもよろしいわけで、これはそれぞれお互いのお好みに応じてということになります。配偶者、恋人がいない場合、スキンシップ、同性でも OK。友達と食事をする、カラオケに行く、おしゃべりする、プレゼントを送る、料理を作る。家族も友達もいない場合、何かに感動する。映画に行く、コンサートに行く、小説を読む、親切を心がける、思いやりの気持ちを持つ。あるいはペットとのスキンシップ。日常生活、電車の中で見知らぬ人に席を譲る。車の運転中、他の車に道を譲る。日頃からありがとう、おはよう、元気ですか、など他人を意識して挨拶を心がける。中世イタリアにアッシジの聖フランシスコと呼ばれたカトリックの修道士がいました。聖フランシスコの平和の祈りと呼ばれる祈祷文は広く知られ、マザー・テレサ、ヨハネ・パウロ2世、マガレット・サッチャーなど著名な宗教家や政治家が公共の場で引用し、聴衆とともに朗唱されています。聖フランシスコの平和の祈り、死を慰められるよりも慰め、理解されるより理解し、愛されるよりも愛することを求めさせてください。愛されるよりも愛すること。このことの意味を今しばらく考えてみてください。人類は幾多の革命、変革を成してまいりました。しかし、未だかつて世の中、世界に争いや戦争が絶えた試しはありません。いくら政治や社会のシステムを変えてみたところで、その構成員たる人間自身が変わらない限り、この世に平和が訪れることはないと考えます。真の革命とは、個人個人の心の変革を伴うべきであります。我々は皆が健康で愛と思いやりのある社会、これを構築していく責務があります。このプロセスの過程で、オキシトシンというのが一つのキーワードになるのではないかというふうに考えます。こんな観点からこのような本を出版させてもらっています。あるいは今日はお話できませんでしたけれども、統合医療、鍼灸、スピリチュアルケア、電磁波問題などについてもこんな形で出版させてもらっています。最後ですが、こういった愛と健康、あるいは今のいろんな、病気、そんなことをいろんなテーマを、決めまして、YouTube でこんな、発信もしておりますので、もしご興味があればご覧になってください。以上で、私の発信はこれで終わります。どうもご清聴ありがとうございました。先生、どうもありがとうございました。うん、また先生にいろいろお尋ねしていきたいと思いますが、西園寺会長から何かございますか？会長ございますか？私、はい、あ、はい、浅見会長ごめんなさい、すみません、ごめんなさい、すっかりあまりにも素晴らしくて、結局先生のおっしゃるそのオキシトシン、これは全員が持ってるので、全人類が一人残らず初めから生まれた時から、
そうしますと、今の世の中をもういろんな意味でコロナの不安とか戦争とかも、あらゆるその利己愛のものっていうのは、結局その一人一人 の, あのオキシトシンを、が足りなくなって、お互いに他の方を責める、で自分をかばうというその対立の時代にか、あの個人個人でも親子でもあの夫婦でも、そういう最中にあって、先生の今のこのオキトシン、それはやはり自分自分が変えていかなければ、先生から教えていただいて、そうだその通りだって全人類はもう本当に納得できると思いますが、個人個人が本当に変えさせる、あその本当にあなたは人をちょっとでもあの尽くしなさいとか、自分のことよりも他にで、いろんな宗教家であの今あのキリスト教でも いろんな面でそういうもうその方法論が出ておりますね。本当にそれがなかなか個人個人にできないというのできない部分は、やはりこう自分自身の本当の生き方、自分は何のために生まれてきたのだろうかとか、そういうものからその考えていくと、やはり自分自身でこの先生のすごく分かりやすいんですよね。どんな宗教が言うことはもうダライラムでも本当にキリスト教でもイスラムでもみんな同じことを唱えておりますけれど、やはり一人一人 の, その国が違う、それからレベルが違う、その貧困国とかそういう難民とか、それから奴隷制度とか、そういう中でやっぱり一人一人が自立していく、一人一人がこの自他愛、それからオキシトシンということの先生の一番の原点、人間というのは本当に自分と他人とは一体であるし、そういう部分を広げていくというのは、私は本当にそのどんな宗教もいかなる宗教も変えられなかったことを医学でもってして、東洋医学と西洋医学、そしてご自分で勉強なされ、精進なされて、そして先生独自のこの、あの真理を編み出したので、私はこれをサポートしてきたし、やりやすいと思うし、誰でも納得しやすいし、子どもでも分かる、大人でも分かる、無学問盲の人でも分かる、こういうそのやはりあの自分と一体とは遠い世界のことではなくて、自分自身 の, その変えていく、そしてオキシトシンを出していく、そして相手にそのためにはどうすればいいか、自分も苦しいけど他人のことを思いやるっていうその気持ちようにさせていくという、その平和でも愛でも寄り添うでも平、本当にそういうその 分裂がない、分離がない、それから対立がない、上下がない、上下がない、そういう世界が築き上げる、そのこのテーマっていうのは、この先生 の, あの本のテーマは原点だと思います。本当に素晴らしい見教えをありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。リタの心なんていうとね、はい、結構絵格好というか宗教的なんですけども、はい、簡単に言えば人のためを思うとね、自分が健康になるんだ。そうですよ、それをだけですよ、うん、そんな利己的な自分ばっかりね、自分方が言ったら結局ね、自分が不健康になって早死にします。その通りです。結局自分を自分で責めてくる部分があるんですよね。自分のダメなところがなお自分のことを思うと、でもちょっと他の思いやりを出すと、相手がその変わっていくのを見て、自分が、あ、自分の言葉で自分の愛で少しは変わっていくんだという自信を与えてあげられるのは、やっぱりまず自分からやらなきゃ、他人から求めるではなくて、まず自分から発信していくっていう、これが先生、大事だと思うんです。そうですね、おっしゃる通り。先生のものは本当にみんなで共有して、あの学校の先生でも、あの宗教家でも、それからあの科学者でも、みんなそういう利他愛、利己愛で、あのそう本当にオキシトシンが持ってるっていうところの原点に到達したら、そんな難しくないんじゃないかとい う, もうポジティブな、本当に希望にあふれたその未来が私は見えてきます。ですから、ね、先生、ありがとうございます。ありがとうございます。そん素晴らしいお話でした。はい、ありがとうございました。川村常務理事も何かございますか？
先生、お話ありがとうございました。あの、超セスクの落とし子っていうところ、ね、はい、はいはい、はい、そのお話がすごく私は印象に残っているんですね。あの前半で、あのオキシトシンの分泌には性差とか年齢差はないっていうお話を伺った後に、やっぱり生育歴、小さい頃どういう環境で育ったかによってその後のオキシトシンの分泌量に大きく影響を及ぼすっていうところなんですけれども、それを踏まえた上で伺いたいのが、この小さい頃に生まれた性、このオキシトシンの分泌量の差っていうのは、あのその気づいた段階でこう先生がおっしゃってるように意図的に五感を心地よい状況に自分を置いたりとか、受動的なだったり能動的な心理的なこう刺激を受けることによって埋められることができるのか、それともこれは不可逆的な変化でもう残念ながら埋められることができないのかっていうところで、ちょっとお話を伺えればな。不可逆的な反対で可塑性っていうんですけどね、うん、あの決して頭の中っていうのは不可逆的なものでもなくてね、そのいろんなことで変わっていけるんですよ。もうあの遺伝子自体もどん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 変わっていけますので、環境自体でね。ですから今日お話したことを、例えばその自閉症の子やとかね、なんかにも応用していったら、きっとそのオキシトシンも増えてね、普通の子に育っていく、そういうことは十分できると思います。ね、すごくやっぱり今の社会の在り方と全く違う新しい考え方だなと思いました。例えばこう少年院とかもこういうことを取り入れていけば、また本当にあの新たな犯罪を防ぐようなことができるのかなとかも思いました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、西園寺理事長は何かございますか？じゃあ、あの私が今日お話伺った感想を述べさせていただきたいと思いますけども、まあ、あの大きく2つ、非常に何て言うんですかね、先生のお話を伺って我々がやってきたことに対する、自信っていうものを深めることができたと思っています。まあ、1つはあの最初の質問のところで会長の方から申しましたように、あの私どもは世界人類が平和でありますようにという、メイピースプリベロンナースというこの祈りであり、メッセージを世界中に発信を何十年間し続けて、参りまして、まあそれはあの先生がおっしゃってたまさにその、誰をも区別せず真剣にその人たちの幸せをその心底から祈るという、この慈悲の瞑想ですか、 Loving Kindness Meditation、 まさにこれと同じ考え方だというふうに思って、まあ、我々は別にそのオキシトシンを増やすためにこういう活動をしてきたわけではないわけですけども、しかし結果的にはそういうものが本当に、なんですかね、オキシトシンを増やすということが、ファンクショナル MRI でも証明をされたということで、実際に科学的にもそういう証明されたということを大変嬉しく思っております。それから第2点目は、まあ、私ども、これ先生も、参加していただいたことがあるんですが、富士宣言というのを2015年にスタートしまして、まあ、これは調和した世界を築くために、2つの大切なその人間の価値観というものを復活させて いかなきゃならないということで、一つはその、みんな生まれながらに神聖にして善なる心というものを持ってるんだと、今、まあ、多くはそれが眠ったような状態にあるけれども、しかしそれを、まあ、復活させていかなきゃいけないということ、これは、まあ、まさに先生のおっしゃった性善説ということだと思います。それからもう一つの大切な価値観として、ワンネス、つながりという、この価値観というものも復活させていかなきゃいけない。もともと人間同士、あるいは人間と自然、人間と宇宙っていうのは大きなつながりの中に生きてるんだという、この価値観っていうものを復活させていかなきゃいけないということが、この富士宣言の2つの大事なポイントなわけですが、まあ、まさにその人との絆、社会との絆、そして自己と他者というものが、境界がこうなくなって一体化する、これはまあ
特に母子との関係一体感というのがその象徴的なものだと思いますけども、この自他同然ということ、こういうことによってまたオキシトシンが増えていくんだということがまあ証明されているということが、まあ、非常に我々がとしてはですね、さらにこの自信を持ってですね、こういう事業を活動をですね推進していけるなということで、しかもこのことは社会のシステムを変えりゃいいということじゃなくて、個人個人一人一人の意識価値観を変えていかなきゃいけないっていう、まさに我々が考えてたものと本当に同じだということで、そういう意味でも大変先生の今日のご講演、嬉しく拝聴させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょうどそろそろお時間となってまいりました。今ちょうど理事長から今日の、感想を、まとめていただきましたけれども、最後に、河村常務理事、西園寺会長からも一言ずつ、そして最後にまた、高橋先生からも、一言コメントをいただきたいと思います。河村常務理事から今日の感想など一言お聞かせいただけますか。もう本当に幅広いお話を伺えてすごく勉強になりました。本当に先生のお話は医療の在り方っていうものもすごく見直すきっかけにつながると思いました。健康とか病気を治していくというのが病院とか医療機関が行うことではだけではなく、自分自身が本当に日々の日常生活を見つめ直すことで、そこを健康を持続させる、しかもここ体だけではなくて心の健康もともに、そして社会も平和にしていくっていうところにつながるって、すごく大きな小さいことなのにすごく大きな結果を作れるっていうところにすごく大きな希望を持ちました。で、私自身も本当に緩和ケア病棟で最後の亡くなる方々に接しているんですけれども、そういう方々も本当に最後までそういう幸せホルモンっていうのが分泌されるっていうことを信じて、どういうことを取り組んでいけばそこがもっと高めていけることができるのかということを本当改めて、また先生のお話をいろいろなところで YouTube でも聞かせていただきながら本当に学ばせていただいて、医療の在り方というのを見つめ直していきたいと思いました。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、では西園寺会長からも一言感想をお願いしたいと思います。もうただただ本当に一緒につながりを持って先生の その身をの唱えられた本当にオキシトシン、それから自他一体感、そういうのはもう本当にこれが本当の真理だと思うんです。いろいろなんか難しい真理がたくさん難しく出てきますけど、誰でも分かりやすいこの真理、そして自分自身でコントロールできる自分の心さえ強く、相手のことを愛と思いやりと、可愛さの人には寄り添っていく、ただありがとうとか、私も感謝の言葉も本当に感謝とかありがとうとか、あなたがいてくださってありがとうという言葉でも本当に人を変えることができるんで、暴力否定的な言葉は本当に使わないで、本当にポジティブな言葉、感謝、その人を称えるとか、あなたの存在が変わっていくとか、そういう言葉をやっぱり人類一人一人が声をかけ合えば、本当にとりあえず自分自身のオキシトシンも出てくるし、他人もその見ず知らずの人に愛されたこと、いい言葉を発せられて、その人が変わっていくという。ですから、それはもう、科学的にも、その東洋医学、西洋医学から東洋医学を目指す、両方を合体したように、本当にその一番のコアの部分が、今度はリタと他が合体する、そして一つになるという。一番の証明、ご自分で自分でちゃんと生きてきた証、ご自分の学問を通して見つけられたこれこそが本当の一体となるもの原点だと思うので、誰にも分かりやすくやろうと思えばできるし、人に依存しなくても自分が変われば、一番優しい方面では、その本当にオキシトシン出すためには感謝、私は本当にありがとうでもたったありがとうが言えない人がたくさんこの世の中には、挨拶もできない人がたくさんいる。だからそういう子どもでも大人でも学校の先生でも、そういう言葉から発していくだけで、少しずつオキシトシンが
自分相手が喜んだらまたあのいい言葉が返ってくると自分のオキシトシンも相手のオキシトシンも変わってくる。ですから先生と共にやっぱり手をつないで、世界中に浸透させていくのが平和の道ではないかなと思います。今日は本当に貴重に素晴らしいお話を賜りまして感謝でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。では高橋先生からも一言いただけますでしょうか。まあ一言で言えば、要するにオキシトシンというのはね、心と心が通じ合ってそれで体と体を寄せ合うということが一番の原点だと思います。それでオキシトシンが出るわけで、ただ残念ながらね、今のコロナの騒動のおかげでソーシャルディスタンスとかさ、3密を避けなさいとかさ、全くオキシトシンの生理作用から言ったら真逆のことが行われて、非常に嘆かわしいことなんですけども、早いことこのコロナ騒動も終わって非日常なんて言ってますけど、一刻も早くね、昔の日常に戻る、そしてみんな仲良くする、そういう時代が早く来ることを本当に切に祈っています。はい、以上です。はい、もう終わりです。はい、ありがとうございます。高橋先生、改めまして、本日は貴重なお話をいただきましてありがとうございました。ありがとうございます。西園寺会長、西園寺理事長、川村常務理事もありがとうございました。それでは高橋先生をお迎えした、講演会は、本日はこれで終了とさせていただきます。ありがとうございました。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。どうも。最後にですね、視聴者の皆様へのご案内です。本日の感想などをぜひ、お聞かせください。アンケートはこの YouTube の下の画面下に、書いてある URL、もしくはですね、ご平和財団のウェブサイトでもご記入いただけます。次回の講演会は来年3月を予定しております。講師、テーマ、開催方法などは後日ご平和財団のウェブサイトでご案内させていただきます。また来たる11月21日の土曜日になりますが、ご平和財団の年次フォーラムをオンラインで開催いたします。テーマは未来世代のためにどんな世界を作るか。今年のご平和賞の受賞者である、フランスの経済学者ジャック・アタリ氏とオンラインでつなぎましてトークセッションなどをお送りしたいと思っております。詳しくは今月末にご平和財団ウェブサイトにて、ご案内いたします。参加費は無料でございますので、ぜひご参加いただきたいと思います。なおこの講演会もそうですが、ご平和財団では新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、イベントをオンラインに切り替えて実施しております。できるだけ多くの方に、ご参加いただきたいという思いから、参加費は無料とさせていただいております。よろしければ皆様からのご支援をいただけましたら大変ありがたく思っております。ご協力いただける方は、こちらの YouTube の画面下にある URL から、ご寄付を受け付けておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、本日は講演会シリーズ21世紀の価値観にご参加いただきまして誠にありがとうございました。